今から準備するんですけど、ちょっと前にちょっと反省会やばいやばい反省会やばい。お菓子タイムです。お菓子タイムです。結構踊ったら暑かったよね。めっちゃ暑かった、うん、っていうか今日めっちゃ暖かかったですよ、うん、皆さん思った。そう、今リハーサルしてきたんですけど思ってたより、うんうんうん、なんなら、まあ、踊ってるからっていうのもあるかもしれないけど汗かいた。めっちゃ私もめっちゃ汗かいた。皆さん今年も終わっちゃいますよ、もうすぐ、うん、はい。だからもう来てくださる方は結構騒ぐじゃないですか、うん、めちゃめちゃコールするじゃないですか。そうなるとちょっと暑くなるかもしれないから、うん、厚着しすぎてちょっと苦しいっていう状況になるのは気をつけてください、うん、けど今も時間だからなのかな、うんうんうん、ね、うん、今の時間だから5時間くらい並んでるようだってもう。いや並びすぎだよ。えだって結構そのインスタの DM とかあるじゃないですか、うん、ファンの人が送ってくれるやつ、うん、えっ聞こえてる、うん、えやってるのかな。やってるやろうよ。やろうよ。これでドアも閉まってる。やばすぎ。あこっちでもやってるから気をつけて。あやばすぎ。ちょっと昨日、うん、最後って言ったけどやろう。最後って言ったけど時間があるなら、あ、よほー、あ、こっちでもやってる。さっきここでやってた。いや、でもお前ちゃんの好みでやってる。え、なんで知ったの、恥ずかしい。うぅ、まやちゃんもやっちゃおっかな。まやちゃんもやっちゃうよ。まやちゃんもやりなよ。おいでよ、おいでよ、まやちゃんの森。まやちゃんもね、持ってるから俺。はい、今はね、レオピだよ。レマちゃん、ちょっとね、レマちゃん今、服装変わってるんで、肌の色がちょっと点々と白くなっちゃった。ごめんなさい、ちょっと白目です。美白になっちゃって。はい、ん？これさ、こうしてもさ、こんなになるのと何がどうしてんの？ずっとなるんだよね。あ、これか。うん、それな気がする。うん。ね、なんかめっちゃベスト。こっちだわ、ここ。いい？なんかここしか移動手段ないやつ。え、どうやってやったの？どうやってやった？え、なんかここの。え、私もここいい？ここに火やったね。ちょっと乳液だけ持ってきていいですか？あれ、顔を保湿したい。はい。メイクの部屋行くの？ん？メイクの部屋行くの？メイクしていきます。うん、みんなメイクする？え、けどまあいいや。まあ、ちょっとな。で、メイクする。まあ、それでもいい。ベースだけとか。うん、うんうん、それだけでもいいです。そうしましょう。まあ、ある程度ね。うん。そうしましょう、そうしましょう。こんにちは。いける？いい感じ？え、いい感じです。けど意外とさっきの微妙な場所は漏れました、光が。ちょうど光だったから。それはそれで。うん。あ、こんにちは。あ、やってみました。初めてないっす。初めて確かにつけてくれなかったね。いやそうだ、大学生でした。こっちの方が意外といいかな。なんか明るくしよう。お菓子何があるのって、今はミニドーナツとせんべい。あ、やばいやばい。どう、明るくなった？イエーイ。チュロスとか食べたい。あ、チュロス、あ、ありますよ、チュロス。お店、長島ね、もうでもお店は全部閉まってるんですね。そうですよね、うん、すっぴんです、すいません、うん、みんなメイクしてます、メイクし始めて。劇場12カンガルーやってるって。12カンガルーやってんの？何12カンガルー待って、集まりボルバーしてるって。あ、ねえ集まりボルバーしてるって。やばい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 。なんかやるつもりなかったのに寂しくて来ちゃったやっぱり集まりボルバーしちゃう。集まりボルバーしちゃった。なんか寂しくて。ドキャンテールも集まりボルバーしてる。あの一列に並んでる隣同士。ほんまは。狭くて狭いのにね。本当に。そう、そうなの。ごめんね。みんな昨日最後って散々言ったのに。そうだよね。まさかのって感じでびっくりしてるみたいな、ね、うん。まさかのだよね。本当に。本日は歌お休みですだって。うん、じゃあインスタとか見ててくださいよかったら。うん、なんて言ったってブログも書いちゃったんだから。年に1回のブログでもさ、めっちゃログインできなくて何回も癖になっちゃう。久しぶりすぎて毎回毎回、うん、だってあの見たじゃないですか、どういう感じでやるかっていうのを、うん、マネージャーさんと去年も話したなと思ったから、うん、メッセージ辿ってたらちょうど去年の12月3日日もう1年前も同じことしてるよ。同じことしてる。そうならないように1年なんかなんていうの、ちゃんとやろうって思うでしょ。ちゃんとそうなんかである程度期間でやろうって思ったら、うん、あっという間にさ1年経ってる。早い。すごい。毎日やろう毎日。
毎日書くことある？見つけるんですよ、そういうの。さすが。もう偉い。え、じゃあさ、あの、うん、今日のラッキーアイテムとかはどう見つけるの？え、その朝はあの起きて目に入った色とか。おい。朝起きて一番最初に目に入った色とか。だからベッドにある色が多め。緑の布団だから緑とか。にカレーって書いてあるでしょ。え、そう、カレーって書いてある。あれはカレー食べたかったから、昨日。食べたよ。食べた、うん、それ毎日食べてるでしょ、カレーは。私も食べた。あいこさんは毎日食べてるし。で、別にカレーって言ったからって自分が食べるわけでもないし。明日食べたいものとかね。食べます、食べます、やめよう。意外とまいこさんめっちゃ食べてた。お弁当来てました。美味しそうなお弁当ある。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。言えばよかった。ごめんなさい、言えばよかったね。いや、なんか後から食べるかなって。なんか知ってて食べてんのかと思った。知らなかったと思って食べてた。申し訳ない。食べます。食べましょ。美味しそうだったよ。わかんないけど、なんか黒いデカめの弁当。え、けどあの年越しそば食べるの忘れた。うん、食べたああ、え、食べた気を切る。え、どんで美味しそうすぎて、うん、え、そうもらった瞬間に食べちゃって、でもう一個買いに行ったんですよ。うん、買いに行ったのに今日結局出る前バタバタしちゃって食べるの忘れちゃった。うん、大丈夫。私持ち帰ったどん兵衛、なんか気づいたら弟に食べられてた。あなくなってた。あ、ない。美味しかった。ね、美味しかった。やばい、カラオケ本あるんだけど。え、懐かしい。さ、やったことないでしょ、くまちゃん。え、あるよ。あるあるよ。いや、うちらはギリありますよ。ギリギリ、あの何番とかありますよ。ね、何文字。180402とかね。うん、ね、ちゃんとピッピッピッって打って。ピピピピピって転送する。知らない子いるんだろうな。絶対今もみんなでもそんな本あるんですか、うん、みたいな。なんかよすごいですよね。だって全曲載ってるんですよ。そうだよ。SK も SK も探してみてる。あ、いいよ。え、何年のやつですかそれ。タイトルだこれ。ああ、難しい。嬉しい。ジョンフェス見に行かせていただいて、そこでくまちゃん好きになったって。やった、 ありがとう。好き好き。え、24歳はないって言ってるわ。え、1歳しか違わないのにそんなことある？24歳。嘘でしょ。絶対嘘でしょ。絶対あるって。2013年だって。あ、でもデビューしてない？ SK 自体はしてるね。12ですもん。あ、違う、8 2008 2008です。2008。あれ、うん、違う、2018 11 12 2010。いや、12は私たちが入ってきたんで。あ、でも2009に入ってる。2008 8か。ミレイちゃんと同じ年って思ってた。そうだよね。うん、じゃあなんだろうな。パリオはあるんじゃない？パリオはあるんじゃないですか。強き者よとかもありそう。あるね。確かに1曲目だからね。いや、パリオはあるでしょ。わかんない、その強き者よはさ、インディーズ。確かに。パ、パ。いや、パリオでだって。あ、違う、これはもう歌詞、歌詞、あ、歌詞順もあるんだ、別に。2個あるんだ。2個ある。じゃあ SK でよ、これ。あ、いる。保湿された顔がいいね。え、今列で並んでる間寒いのでジョンフェスのブランケット羽織ってたって。わあ、寒いんだ。寒いんだね。あります。はい、アイステラブル青空かと思い、お美しい稲妻、時々片思いスタイルにキスだっていただき、ごめんね様、チョコのドレ、パレオ、エメラド、バンザイピアス、ワンツースリーフォーよろしく。すごい、結構ある。なんかセトリストみたいな。セトリストみたい。間違いない。もしかして今日はこの順番でいきたいと思います。おばあちゃんが終わったら、はい、してラブル青空片思い、はい、美しい夏間、ほっておき、夏の曲ばっかり、 MC 花で青空片僕は君のタブルで、片思いファイナリーキスだっていただき、ごめんね様、チョコの奴隷、パレオはエメラルド、 MC 花さんいます、うん、で、2020年になりました、うん、バンザイヴィーナス、うん、うわ、ありえそう、ありえそう、めっちゃありえそう、ありえそう、やばい、めっちゃありえそう。バンザイヴィーナス、ワンツースリーフォーよろしくは、ありそうだ。ありそうなセットリストなんだけど、デモ、デモってか、のダムさん、ありがとうございます。ありがとうございます。 SK の中で54順、あ、そういうことね。なるほど、うん、そうです。だんだん冷えてきたらしいよ、気をつけてみんな。何？いや、寒いらしいですよ、みんなは外。あ、そうです、すごいね。どう、上着も着ないんですか、帰ってきたの。うん、暑かったですよね。イダちゃん、アップルウォッチおしゃれですねって今してないんだけど。怖いって何見えてんの。でも確かにおしゃれだよね。見えるから。わかるわかる。わお、
線だけあるよ。そう、アップルウォッチ焼けとかしてるからさ。あ、なるほどね。やばいマジで。するって言うよね。あ、でもだいぶ薄くなったかも。あ、でも普通にバンドしてた跡があるここに。劇場ではファーストラビット歌ってますよって。あ、なんか言ってたかも。すっぴん初めて見たって書いてあるんですけど、もしかして写真集、写真集ゲットしてないね。写真数ゲットしないじゃん。ね、噛んじゃった、ごめんなさい。ファン武器。ね、思った。ね、って噛まないようにずっと今日やってたんです。一回ね、あるところで噛んだから。ね、思った。ちょっと。ね、バレてないと思ってた。バレてたよ。あれはみんな笑ってたよ。笑ってた。本当に。今日絶好調なんですよ。ギリ、最後のギリギリで終わったよね。最後のギリギリで。うんって思った。かわいいな。ああ、やっちゃったよ。いいや、リアル感が。リアルライブって生ものですからね。そうですよね。ライブって生ものです。そのさ、なんか議論にさ、もう10年ぐらい出せられてる、うん、その言葉が生まれてくれてよかったと思う。感謝、うん、作ってくれた人感謝って初めて言った人ありがとう。いいこと言ってるような感じですごく自分的には救われてる。いや、すごい、ボフはみたいな感じ。すくわれてる。すくわれてる。うん。こんばんは。いやいや、突然そうな。こんばんは。こんばんは。ショールームテンションにもどんどんやめてよ、急に。ありがとうございます。びっくりしちゃう、本当に。もうそうね、終わっちゃうね、今年もね。今年も終わりよ。やっと。もう本当に。嬉しい。ね、今年本当あっという間だったな。結構今日楽しみにしてたから、なんか、早く来ないかなと思って、早くなんか29、30とか過ぎねえかなって毎日思ってた。かわいい。早く過ぎねえかな。いやー、もうあっという間だったんだけど。あっという間。でもあっという間に仕事始めしてるんだろうな。まあ、うん、今日も仕事始めだけど。うん、仕事始めだけ、あ、確かにね、今日から確かに。今日から。うちらは収めずに始めるから。あ、花火だ。たまやー。ありがとう。今日花火あるんだよね。ねえ、見える。いつもね、ありますよね。よかったよかった。なんかね、さっき、かまちゃんがね、雨雲レーダーが今来てるっていう、ボソってつぶやいてたから今すごく怖い。いや、やばいね。もうほんと、やめて。もうここまで来たならもう連れてこないでって。そうだよね。なんかさ、祈ってる。いや、君の晴れ女でどうにかしてよ。うん、お願いだよ。パワーだって今日だって、本当は6時ぐらいからあの晴れるみたいな、予報、もともと夜雨だったけど、それがずれてずれて朝降るみたいな感じになってて、それがまたずれて6時に止むみたいな、でもなんか結局ずっと降ってますよね。ね。なんかさっきもパラついてた、リハーサルの時ね、パラついてた。だからみんな寒いんだよきっと。ね、うちは踊ってけどね、パラついてたよね、ずっと降ってましたよ。降ってます。あんた何時だっけ、座ってんの。座ってんので、ミスタンドね、振ってね、スタンドがいる、うん、あ、何？何が？何？何もない、何もないよ。何もないよ。ね、なんでさ、止めようとしてるの？麦茶飲む。麦茶飲んで、お茶飲んで、お茶飲んで。一旦落ち着いて。一回落ち着こう。やっぱね、テンション上がっちゃうからね。大好きなんだよ、なんか。ね、これからも大好き。わかる。ドラえもんの映画良かったもんね。そばにいたよ。コメント欄を消すね、一回。見ないでおくわ、マジで。都内は暖かいって。あ、よかった。赤坂よりは大丈夫って書いてある。そろそろ雨降るらしいって書いてある。でしょ、だから言ってんじゃん。雨降るらしいんだって。もう何も見えてない。大丈夫だよ、みんな。一回やめの。やめな。一回やめな、ゆうこさん。一回やめな。みんなもう乗ったのかな、今日入ってた、もしかして。じゃあこの後だよ、うちらのライブが終わった後に3時までやってんの。ああ、アトラクションの、ね、そうですよ。けどさ、その前にも3時までやってたんでしょ。普通にね、昼間ね。けどすごいさ、隣のアウトレットでさ、買い物しちゃったよっていうコメントを見て、びっくりした。しちゃったのかと思った。しちゃったよって人がいた。そう、しちゃったよっていう人がいて、何買ったのかなっていう。結構ね、大きな買い物したっぽいけど。セールとかしてんじゃないの。え、絶対してるよ。してますよ、セールって。なんかやばいらしいですよ、いつも。なんかこの間配信してたら、いつも人やばいみたいな。へえ、いいな。並んでるってみんな。去年、一昨年、いつだったか、年始に行ってたな、アウトレット行った、私。
あの弟とアウトレット行って、弟に お年玉をプレゼントした。え、優しい。うん、姉優しいや。いいよ、姉ちゃん。姉ちゃん、姉ちゃん、姉ちゃん。姉ちゃん優しいな。姉ちゃん優しいから。いいけど、お年玉をもう あげる。年玉なんか弟になんかあげたことない。そこどっちもっといるんだ。面白いよ。そう。あんましたことない。久々に配信見るって言われた、すいません、言ってなくて。もっとやりなって。本当にもっとね、もっと来年はもっと皆さんと寄り添う1年、寄り添う1年寄り添ってこう、ね、気持ちは寄り添ってるつもりだったんですけど、うんうんうん、やっぱこういう系でもちょっと寄り添えるように頑張っていきたいなと思います、うん、大事、ね、お、インスタのコメントしたよってありがとうございます、うん、あげました、もう今年1年の振り返りを。そうだ、あげなきゃ忘れてた。なんかベスト9作ったのにあげてないな、結局。これベスト9今日アプリで見た。いや、なんか納得いかなかった。そうなんだ、うん、えーみたいな。え、あるんですかベスト9みたいな。なんかアプリが、なんかアプリで作れるんだけど、でもなんかマーク消せなかったからやめちゃった、私1回。わかる。何をさ、基準にベスト9にしていいね。あれはいいねっす。あー、だから普通にあのなんていうんですか、私たち見れるじゃないですか、どれが上位のいいねか、うんうん、もうそれでスクショしてあげようかなって。あ、なるほど、普通に。今そこ寒い、寒くない、寒くないです、めっちゃ暑いです、めっちゃ暑いです。ここはだって暖房もかかってない部屋だけど、うん、意外と平気です。てかなんか向こうが暑い。そうね、暖房かかりすぎて、うん、これはね、畳のね、ほんと大広間みたいな部屋、ね、めっちゃ良かったです。めっちゃでかい、全員入る。そう、全員入ってます、うん、いけてる。なんか顔違うなと思ったらいつもカメラこっちにあるけど、こっちにあるからだ、分かる、ね、絶対私左のカメラじゃないとやだ。そうだよね、思った今、ね、癖なん。でもさ、右のコメント見てさ、右にあった方がいいじゃん。うん、それは分かってるんですけど、 ね、何なんだろうね、うん、ちょっと今日間違えた息子も一回こうやって考え、うん、そう、こうやって回転。いや、こっちの方がしっくりくるわ。あ、これこれ。しかも急に二人配信みたいになっちゃった。画角が変わった、画角が変わって。あ、これこれ。いや、ちょっと眉毛が本当に今生やしてるからやばい。え、眉毛減らしたんだよ私。減らしたの？うん、減らす。減らしすぎじゃん。ま、前あの、ま、間引きした。うん、間引きしたら思った以上に薄いよね、意外と意外とそんなに眉毛濃かった濃くなかったのかなって思う、うん、ほくろが浮き出てきちゃった。また余計に。あ、なるほどね。ね、かわいいよ、まえちゃん。眉毛の中にほくろ。ね、かわいい。膨らみほくろ。なんか眉サロン行きたかったんだけど、行くタイミングを失って、なんか、それない。それない。そうだよね。一回ね、それに沿っちゃったらさ。そう、また伸ばさなきゃいけないじゃないですか。そうなんですよ。女の子好きな発汗の服であるもんねって。あるよね。あるよ。ね、その男性からしたらどっちでもかわいいよって言ってくれるんだろうけど。うん、そうなんです。あるメンバーの中でも左担当右担当ってありますよ、顔。本当に。だから撮って出し写真とか、うん、公演始まる前の写真とか、うん、みんな決まってる。みんな左に集まりがち。やっぱり。じゃあいつもだから右にいる。はい、なのであのカメコでもし、うん、あの写真を撮ってくださる場合は、うん、左から、あ、私の左側を撮ってくださると嬉しいです。え、皆さんで言うと。私が立ってて右側にいてくださると嬉しいです。なるほどね。はい、確かに。けどそう言っときながら動きまくるからもう無理です。確かに。え、19時20時にライブ。あ、でも20時から開演、会場で21時開演だから、うん、まあ大丈夫でしょ。なんかそんな寒くなかったよね、さっき。うん、全然余裕だった。動いてたからだよ。みんなじーっと待ってるんでしょ。まあ確かに、確かにな。めちゃでかいヒーターあったし。あった、裏にね。でか、うん、でかストーブ、ね、うん、でかストーブとでか夜間ね。え、なんか学校ぶりに見た、あの夜間の教宅の横にあるやつね。そうそうそう、一番前は嫌だけど冬だけちょっと左側のね。え、そうそう、左側のストーブの前がいいんだよね。教宅の横。足があったかいから。わかるわ。めっちゃ寒いって言うんだよ。え、雨ちょい強くなったって感じ。思った、なんか本降りだよって感じ。どこで？いや、もうこの方はあの並んでる方なので、今多分マジ今雨降ってる。大変だ気がする。
ピエン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 、メイクしない方がいいかも。うん、しない方がいい気がする。私はもうこれでいきます。みんながすっぴんだったら怖くない。確かに ね、 ほんと思い出トークから。流しても雨降ってるんですけど、ほんとだ。雨風やばいって感じ。このさ、並んでるところはさ、屋根あるの大丈夫？確かにみんな、ね、どうしたの、どうしたのとか言って、みんな傘さしてるよって書いてある。傘さしてんだ。風邪ひかないでね、ほんとに。こっちおいでよ。呼ばないで。どこですか？どこなんですか？ここは。大丈夫。20時にやめるらしいから、ライブは大丈夫ですって書いてある。でもやっぱ床は気をつけた方がいいよ。そうだね。本当に。ちょっと結構滑りそうだったよね、今もね。今日めちゃめちゃ滑りましたもんね。みんな滑ってた。なんか、あれじゃん、滑らないように気をつけてたけど、やっぱ本番楽しくなっちゃってもっとやっちゃうじゃないですか。そうなると多分大こけ祭りになりそうな気がする。大こけ祭りになるよ。変な力入ってね。ねえ、びっくりした。いやそう。ねえ、なんか久しぶりですよね、大晦日に雨降るって。だって毎年結構なんか雪降ってるイメージなんだよね。だからやっぱあったかいからさ、雪降んないのかな。うーん、雨になっちゃったのかな、それで。ねえ、かもしれない。雨降ってきたって感じ。一旦大広間貸してくれない？一旦大広間貸してくれない？本当にそうだよね。行きたいよね、大広間。多分ツメツメだったらみんな入れるんじゃない、去年は。そっか、晴れてたもんね。昔行ってきちゃった。なんか慣れないんだよね、その晴れる、夜に晴れるってことが。マヒコ、どういうこと？なんで、なんていうの、夜に雨降ってないことを晴れるっていう現象。あー、なるほど。すごい慣れないわけ。晴れるってやっぱり明るくて、あー、晴れ渡ってるみたいな、なんかこう天気がいいみたいな。晴れ渡ってるの意味だから、あ、じゃあ天気がいいなのかな。だから雨が降ってない、降ってない、雨が降ってないみたいな。あー、なるほどね。イメージになっちゃうの。これ気にしたことなかった。生きてきた、あれ、うん、夜に、ね、あ、晴れてるよっておかしいなってめっちゃ思っちゃうわけ、まあ、確かに言わないですね。確かにそう思うと言わない。そう、それはそう。でも言うっていうか、別に現象としては変じゃないじゃん、うん、別に気にしず言ってました。晴れてるねって今日。でもそうやって考えると確かにって思っちゃう、うん、確かに。晴れるって辞書引いた方がいいかも。一回星が見えれば晴れよって言われた、うん、これ星が見えたら晴れ、なんか雲がなかったら晴れてるっていうか。そう、そういうのと一緒だと思う、うん。ちょっと星見に行きたいな。行きたい。行こうか。頑張って。頑張ろうか。頑張ろうか。また集まっちゃう。公演終わりとかそのまま行ってない。確かに。行きたい。けど私運転何年もやってない。マジで絶対嫌だ。絶対嫌だ。うん、私一回その番組で長野まで自分でやってたのに、全然運転しなくなっちゃった。いいじゃん、長野。いいじゃん。長野の方すごい。長野まで行けって言わないんだから。めっちゃ綺麗だよ。町村行こうよ、うん、町村。めっちゃ綺麗。綺麗なとこあるよね。あの、本当に絵に描いたような星空でしたもん。日本一星が綺麗に見える場所なんですよ、町村って、うん。どれぐらいかかんの？めちゃめちゃかかります。めちゃめちゃ3時間ぐらいかな。あ、寝ちゃう。寝ちゃうって盛り上げちゃう。盛り上げちゃう。絶対そうだよ。これ絶対帰り寝てるやつだよ、そうやって。帰りは寝ないじゃん。じゃあ一泊一泊一泊。やばい、起きるから、頑張って起きてるからって。本当にありがとう、全然いいよって言ってたから。そうそう。星の見えるさ、なんかさ、透明なさ、テントみたいな。あれ何？あ、なんかこうドームみたいな。ドームみたいな、あれ何？あれだからグランピングのやつですよね、多分。今日ありますよね、そこ。そういうの。栃木とかにありません？栃木にあるんだ。どこでも最近ある気がするな。那須とかにありそう。来年はさ、なんかどっか行く。ね、行きましょう。旅行したい。集まりボルは旅行しましょう。集まりボルめっちゃいいじゃん。集まりボルは旅行。あの、リボルバーチャレンジ。うん、リボルバーチャレンジ。ねえ。マキコさん、今日テンション上がりすぎてるよ、絶対。ねえ、マキコさん、落ち着いてって。集まり、違う。集まりボル。私が、あれでしょ。いいことないからね。うん、いいことないから、ね。いつもそう。いつもそうなんだよ。え、今めっちゃ雨だって。すっごい降ってる。グランピングなら昼上温泉。今日三重もめっちゃあるよって。うん、三重にもある。いろんなとこ、なんかどんどんできてます、新しいところが。グランピング。ヘブンス。あ、なんか聞いたことあるかも。ヘブンスは三重。なんかどこだっけな。名古屋から近いって。なんとか原みたいな。なんだったっけな。関ヶ原。
何だろう絶対違う鏡だから何だろう何だったかな荻原何だろうありそうな名前って、うん、そんな感じだった気がするほらおばちゃん天気なんとかしてって言われてるよいやもう元気だもんね温泉入りたいねえ岩見の島みんな温泉入って帰りなよ岩見の島ねみんな行けるんでしょだって今日入ってる人はいいのついてますついてるやつありますよね、うん、だって長島温泉入って帰りなよいいのいいのどうせ夜中だしそうだねそうだよまあ車で来てる人とかね確かに、まあ確かに、うん、でも絶対混むよ絶対混むよあ車が、うん、だって私たちのファンの方たちだけじゃないわけじゃないですかうんなるほどね何くらい今日さ来るんだよねどんぐらいなんですかねどんぐらいなんだろう2人とかえどこ2人2人ぐらいいるの2人ですかだとしたらもうここでもう2人以上いるんだけど本当2人ぐらいいるんだろうねそう、うん、みんな平たい感じだったよね、はい、席とかあるわけじゃなかった、うん、なんかさっきねなんか見れるかわからない見えるかわかんないけどみたいなこと言ったけど、うん、めっちゃ見えるよね、うん、めっちゃ見えますえみんなのことマジで見えるよ奥の奥まで見えると思う、うん、奥っていうかなんていうのステージが結構しっかり高いのであそう、うん、ステージ高いからめっちゃ見える見える初日の出まで待つはやばくない元気すぎるよそれは泊まって帰る人とかいるのかな今泊まって帰る人楽しそうだな泊まれるのか旅館みたいな、うん、か三重のどこかでね旅館取っといてだってこの周り3つぐらいあるんですよあいやそうなんだここ1,2,3 ぐらいあった気がする、これから行くって人もいるまあそうだよねだから入場先着順並んだ順なのかもねああだからフェスみたいな感じかも。だから昨日から来てる方とか いますよね。そうなんだ。すごいなんか昨日からいるらしい。どうもこんにちはありがとうございます。ありがとうございます。ようこそ。わ初売りまでいるのね。初売りまでいるの？すごい、ね、頑張れ。風邪ひかないように気をつけてね。うん。だからしっかり前の方で見る。わあやったねー。ああよかったよかった。おめでとう。でもマジで全然どこでも見れると思うよ。うん朝から並んでいる人、昼から並んでますっていう方もいる。ああ。三重の姫さん隣にいますね、だって。どうも。私、腰そば食べてないです。そう、食べてないんです。食べてないんだよ。食べたい。ちょっとお腹空いてきたかも。ね。うん、あと、1分。あと1分あ、2分。はい、50分までやろうって話。待ってください。私はさっき15分のやつが来たから。今20分ぐらいかも、うん、あ、伊勢神宮行くってことだもんでかっこいいでかっこいいでかっこいい伊勢神宮伊勢神宮いいねいいな伊勢神宮、気をつけて人多いからお伊勢さん人も多いしいい神社だもんね車も多いし神がいい神がいいいい神が伊勢神宮かいいなてか神社とかちゃんと行ってないかももう毎年ですか、うん、初詣的な初詣でなんかおみくじ引くために行ってるみたいな、うんうん、けどその神に頼ってない別に強神にあしてないそんな信頼置いてない自分が自分で切り開く強かっこよかっこいいかっこいい神になんか頼らずないでもまあまあまあそうそうみんなで楽しく集まるために行くのは別にいいけど、うん、そんちょっとやったり神社の神どうとかっていうのは別にないある結構毎年行くとかあるんですよね熊崎博士です。どこどこに住んでいます。住所まで行って、であの愛知県名古屋市の境にある SK48 というグループで今歌わせていただいておりますって、そこでアイドルとしてって入っています。かわいい、マジで。真面目すぎる。そうなの。今年はこれをやりたいと思っています。頑張ります。神に言ってんだぜ。見ていてくださいって言って。そこで言った方がいいんだ。うん、今日今年も幸せに生きれますように。カランカランカランみたいな。いや逆にそういう方の方がいいことがありそうなイメージ。大吉とか引いて。大吉とか引いて。でいつもここまで行ってあ小吉。ありがとうございます。情報量多すぎて。逆に神もちょっとみたいな。多分最初の住所忘れてる。どこだったっけあの子みたいな。誰だったっけみたいな。50分になりましたので、ね、じゃあちょっと準備しよう、うん、準備してこようと思います、うん、皆さん本当にございます、そうだ次はね年明けになると思いますので、はいまあ、ライブ来る人は楽しみましょうわ花火ありがとうございます、うん、い
や、ありがとう、本当に楽しんで、あの並んでる人は目気をつけて暖かくしてください。はい、もう本当風邪ひかないようにで、うん、良い年を、良い年をお迎えください。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとう。2024年もよろしく。